みんなはあの世の存在を信じるかい？つい最近、お地蔵さんが笑った動画が流れてきたんやけど、どうせ編集とかエフェクト使って笑わせたんやろと思いながら鼻で笑っとったんやけど、でも後から知ったんやけど、どうやらその動画ライブ配信の切り抜きらしい。ライブ配信ってことは編集しようないし、エフェクターとしてもそのお地蔵さんものすごい滑らかな動きで口角上がってんやんか。配信中のエフェクトでそんなエフェクトある？笑うエフェクトがあったとしても、パッと切り替わるエフェクトはありそうやけど、滑らかに笑うエフェクトなんてあるのか？探したけど見当たらないんやけど、これさ、嘘なしでほんまにお地蔵さんが笑ったとしたなら、あの世とか幽霊の存在もあり得る。そんな次元よ。多くの人ってそういうのを信じひんやん。でも信じたいやん。よく死んだらどうなるんやろって考えて眠れんくなったことない？それは誰かの死を知って自分の存在が永遠じゃないってことを知るから怖くて不安が生まれ眠れなくなる。つまり人は続きを望んでいるんよな。今回のお地蔵さんが笑ったという物理的にありえない出来事は人間にとっての未来、つまり俺たちの知らない世界の存在を証明しているものなのかもしれない。一度きりの人生の続きを望む人からすれば、この動画は希望でしかないし本当であってほしいよな。ちなみにお地蔵さんが笑った動画はちょいちゃーの方でリチョイチョしてるから、気になる人は見てみてな。あとは YouTube とか TikTok でお地蔵さん笑うって検索したら出てくるわ。枝豆さんって方の動画やわ。ってことで、ここからはそのお地蔵さんが笑った動画に対してのコメントを読んでいく。その配信は本当にその時配信したものなのか、それとも撮影したやつだったのか。そもそもライブ配信なのかどうかを疑ってるってことやな。これに関しては、これリアルタイムで見たけどヒヤッとしたってコメントがあったりするから、つまりその時の視聴者がいるってことは、間違いなくこれはライブ配信の切り抜きであり収録ではないことがわかる。切り抜いたのは編集すればいいや。これはライブ配信の切り抜き、編集も何も笑ったものを切り抜いたんよ。光の加減なのでは？光の加減とか角度によって表情が変わったように見えてるだけってコメントがたくさんあるんやけど、俺も最初はそう思った。でも後に角度を変えたりして試した動画が上がったんやけど、その時お地蔵さんは一切笑わなかった。てなことで以上、お地蔵さんが笑ったこと、幽霊やあの世の存在、信じるか信じないかはあなた次第。これ一回言ってみたかってん。